はい、今日の啓発動画のテーマは童話事業というものはいらなかったと、でアファーマティブアクションというもの自体がもう有害なんだと、まあ、そういう話をするんですね。で、まあ、例によってあまりこの場所というのは意味がなくて、ここはちなみにキャンプ座間の中が見えるんですね。でカメラで撮影してると警察に職務質問されて、なんか消せって言われたっていう話が聞いたことあるんですけど、僕はなんか別に堂々とね撮りまくってもね消せって言われたことはないですね。まあ別に近くのマンションなんかからなんか普通に見えるし簡単に撮れるんで、そんな撮られたらまずいようなものは多分外に出してないと思うんですよね。さてで、この童話事業というものが不要とか言うと、やっぱこれもね解放同盟の方ではものすごくね怒る人がいるんですよね。でまあもう不要どころか有害だったんですね。でその理由っていうのがねいくつかありまして、まず一つはもう実際にですね童話事業やらなくても改善されてですね、もう部落というふうに思われてないような部落っていうのがいっぱいあるんですね。でそれはもうこの部落探訪でもいくつかねそういう場所を皆さんご覧になってると思うんですよ。だから童話事業をやらなければ部落の改善ができないっていうわけでもない。あとね、昔から言われている批判なんですけども、そもそもその童話事業というものはもうそんな高尚な理由で始めたものじゃないと、まあ、当時の佐藤栄作の時代のやっぱね自民党の政権にやっぱ下心があって、その貧困対策というものを日本中でくまなくやればもう予算が足りないんじゃないかと、予算がいくらあっても足りないんじゃないかと。ただそこをね部落っていう括りであればだいぶ対象を絞れるから予算を浮かせられるっていう、まあ、そういう目論みがあったんですね。まあ、ただこの目論みっていうのは僕は失敗したと思ってます。なんでかっていうと、まあ、その後ものすごい経済成長するわけですよ。1969年童話事業が始まって、その後も売買ゲームでも国の予算が増えていくんですね。だから別に全般にね広く貧困対策するだけのお金は十分確保できたと思うんですよ当時。だから結果的に無駄だったわけですよ童話事業っていうものは。普通に貧困対策ということをやればよかった。まあ無駄どころが有害だって思うのはもうこれアファーマティブアクション全般に言えることなんですけども、そういう政策自体はやっぱ差別なんですよね。その僕マイノリティっていう言葉が嫌いなんですよ。というかもう使うべきはマイノリティっていう言葉と差別っていう言葉は本当完全にね言葉の意味がもう歪められてるから使わない方がいいと思うんですね。そのプラクビンがマイノリティっていうのもそれも大嘘な話で、そのマイノリティっていう概念自体が大嘘なんですね。人間一人一人違うので、でそこでそういう政策をやると結局人間をカテゴライズしないといけない、だからもうそれ自体が差別で、だから僕に言わせるのも童話事業っていうのはもう江戸時代のね身分制度復活したのと変わらないわけですよ。得た否認の方々をね政府が認定してお金あげて施しましょうっていう、まあ、そういうとってもねとんでもない政策だったんですよ実は。まあ、国はね税金を徴収してるわけだから、もう一世帯一世帯 所得というかね、その税金を納める額でどこが貧困家庭かっていうことも把握できるわけだから、そういう経済的な部分でね切って援助するってこともまあできたわけですよ。ただですね税金で施しをするということは、必ずしもいい結果を生まない。その、まあ、解放同盟に洗脳された方が言うには、まあ、部落っていうのはね差別のために貧困に陥ってたからもう遅れてたんだと、だから普通にね一般の人のと同じスタートラインに立てるようにしたんだって言うんですけども、そんなの大嘘なんですよ。まずその差別だから貧困に陥ったっていう考えがまず間違いですからね。あれは貧困だから差別されてたんです。スタートラインに立てるっていうところなんですけども、これはもう経済政策とかね福祉政策とかでももう基本なんですけども、もう現在の水準を合わせるっていうことはスタートラインに同じスタートラインに立たせるっていうことじゃないんですよね。経済的な力っていうのはそのお金を今いくら持ってるかっていうことじゃなくて、どれだけ経済が成長していくかっていうところなんですね。もうそれは童話事業を盛大にやった部落を見たらわかるんですよね、その間違いというものが。例えば1969年当時
まあ、団地やね、ニコイチ住宅、今となってはレトロなんだけど、当時は最先端だったんですよね。で、それを部落にいっぱい建てると。ところが、ちょっと経つとね、まあ、当時は最先端でこれが世の中の主流になるだろうと思ってたら、全然そうはならないわけですよ。みんなもっと個性的なね、家を建てたい。画一的なものじゃなくて、みんなそれぞれで、ね、自分の好みに合わせた家に住みたいっていう欲求が出てくるわけですよね。だからあんな殺風景な団地って結局みんな望んでなかったんですよ。まあそこでしょうがないからってまたね、お金を使って平屋根の改良住宅の上になんか屋根を捨ててね、少し個性を出してみたりするわけですよ。で、共同浴場を作ったんだけども、都会でもね、その自分の家にそれぞれユニットバスがあるっていうのが当たり前になってくるわけですね。もう1970年代終わりとか80年代になると。するともう共同浴場っていうものが、必要なくて、それぞれの家にあればいいっていう状態なので、じゃあそのお風呂を作るためにね、お金をまあ補助しましょうとか貸し付けましょうとか、そういうことになるわけですよ。だから最初にスタートラインに立たせるっていうことは、実はもう物乞いのスタートラインに立たせてしまってるんですよ。もう中毒になってしまう。税金からお金をもらわないと自分たちは発展できないという、そういう状態に陥らせてしまうんですね。だから部落民を堕落させてしまったわけです、童話対策事業というものは。そしてね、アファーマティブアクション全般について私言いたいことがあって、まあ、最近だとね、日本が女性の進出が遅れてるって言ってるけども、まあ、そこでね、まあ、女の人をじゃあその政治家とかね、経営者に入れさせようって言っても、そうするっていうことが僕はやめた方がいいと思うんですね。まあ、そもそもそれをする目的っていうのがね、あんまりいい目的じゃないと思うんですよ。本当にね、世の中のためっていうよりは見栄でしょ。なんか国際的な対面としてそういう風に言われるのは恥ずかしいからでね、見栄を張ろうっていう、なんかそういう根体が見えるわけですよ。ただね、社会福祉ってそういうもんじゃないです。下駄を履かせて、そんなね、見栄を張ろうとかね、数字を合わせて体裁を取り繕ろうとか、そういうものじゃないわけですよ。そこでじゃあ無理に下駄を履かせたところで、まあ、そこで起こるのはもう嫉妬、不正、まあ、とにかくね、そのドロドロしたものがね、もう湧き出てくるわけです。童話事情っていうのは実際そうだったんですね。どうするのかっていうのは、まあ、2つ方向性があると思うんですね。一つはやっぱ教育ですよね。アファーマティブアクションっていうのはね、やっぱ童話事情を見るとやっぱ教育としては最悪ですよね。まあ、その童話関係者とね、言葉を変えても、こいつは得た否認だって言って国が認定してね、お金を出すと、まあ、それに対してまず、まあ、妬み意識って言って、そういうのがもう問題になったんですよね。妬みというものが出てきて、やっぱりその人間の悪感情というものを刺激してしまうと。そしてさらにはやっぱその反社会的勢力、まあ、暴力団の方々とかね、そういううさんくさい方々がそのお金に群がってくるわけですよ。そういう制度を悪用してやろうっていうようなね、そのゴロつきが集まってくるわけです。だからどうしてもその教育的にはモラルが低下していくわけですよ。実際そんな状態になった部落っていうのはあるわけですからね。で、童話対策事業の時代にやった教育って、まあ、最初の頃は確かに普通にちゃんと教育やってたんですよ、学力保障っていうのは。ところがもう50年代とかって、ああいう狭山闘争なんかにあると、もうどう考えてもね、もう逆効果というか、教育上悪いことばっかりやってたわけですよ。絶権投稿とかね、部落民宣言とか、泣きながら私たち部落民ですとか言ってね、学校の先生に強制されて言わされたりとか、そういうことやってたわけです。もう最悪な教育をしてたんです。で、まあ、女性の社会進出についてはね、だから一つはまあ教育っていうアプローチで、僕の時代はですね、学校で、まあ、技術家庭科ってあったんですけども、男は技術で女は家庭科って言って、その時だけ教室分けられてたんですね、男女で。だけど、まあ、僕は小学5年6年ぐらいの頃にはまあそれなくなったかな。だから、ただそれでもね、やっぱりね、女はやっぱ料理ができてっていうものがあって、でやっぱり男が女の人を養うものだっていう意識がね、これはもう社会全体あることなんでね、もうそういう意識が変わらないとこれはどうしようもないとは思うんですけども、そこでもう一つの考え方っていうのがあって、いや別にいいんじゃないのっていう現状でという考えもありにはありなんですよ。同じであることが平等とは限らないわけですよ。結局そのトレードオフでね、
まあ、こっちはあっちはこうなんだけど、まあ、その代わりこっちにはこれがあるとかね、そういうトレードオフで、平等な関係が成り立ってるっていうこともあるんでね、違いがあることが不平等っていうふうには必ずしもならないし、で不平等であることが不幸せなのかって言ったらそういうことでもないんですよね。まあ、高級車乗ってね、大きな家に、住んでっていうことをね、そういうものを目指す人が多分多いとは思うんだけども、でも中にはね、もうそういうの嫌だっていうね、どっかもう人里離れたところでね、一軒家で静かに暮らしたいみたいな、そういう人もいるわけで、やっぱ人それぞれ好みがあるんで、だからそれを全部ね同じにすればみんな幸せになれるっていうもんでもないんですよね。だからやっぱり福祉っていうのはね、やっぱどれだけの人が幸せになれるかっていうのが問題なんで、ちょっと一旦立ち止まってですね、いや自分たちが今やろうとしていることは何のためなんだと、それは全体の幸せのためなのかと、ただ見栄を張るためなんじゃないのと、あるいはなんかよそに対して対面を保つためじゃないのと、そういうのをねやっぱ一度考えてみた方がいいんじゃないかなと、まあそういうことも思うわけです。あと最後にですね、ちょっとうん、法務省人権擁護局とあと東京法務局に行っときたいんですけど、まあここはこれは一般の視聴者の方は分からなくていいんだけども、ちょっとね、頭おかしいんじゃないのって僕思ってます。法務局いよいよそのやっぱ童話っていうものが絡むと、やっぱ公務員とかね大企業の人ってやっぱ頭おかしくなるんです。脳みそが麻痺するんですよ。今ちょっとそういう状態になってるみたいですね、法務省の方が。まあこれはもう法務省の人だったら自覚あると思う。自覚なかったらもう救われないですよ。だからまあどういう考えでああいうことをしてるのかってよく分かんないんだけども、ちょっとで自分たちのやってることが本当にね官僚がやるべきことなのかと。まあね、関西電力なんかで森山さんというモンスターのためにいろんな人がねちょっと頭をおかしくさせられた事件があった。まあ、法務省の方に言いたいんだけども、嫌な仕事だったらやんなくていいんですよ。で、辞めたっていいんですよ。今景気がいいんで、そんな公務員やるよね、民間の仕事やった方が、民間にね、いくらでもお金にある仕事あるし、そんな、あんな部署であんなことやらされる、いや、僕だったら絶対辞めるよ、あんなんね。だからちょっとね、ちょっとというかね、よく考えた方がいいんじゃないかと思います。はい。ということで今日の啓発動画でした。